キノコを根元から切ってんかね。うん、オッケー。ザクッと、ザクッよいしょ。これも敷いとこう。これも敷いて、このまま適当に入れとこうね。うん、あ、そっちもかけとこうか。かけて。うん。ちょっとバターは多めに。美味しそう。ほんでこれを包んだらいいよね。そうだね。うわ。アルミホイルがちっちゃかった。あ、そうそう。まあ、この周りにまた包もうか。これが1個目ね。お腹すいた。ねえ。2個目。よし。え、これ。あ、あ、ついた。今日はね、まずは鶏肉。え、これ味付きだったよね。味付き、味付きの鶏肉とホイル焼きとトマト。トマト、じゃあまずこの中にオリーブオイル、トマト、ここにオリーブオイル。もこみち、本当はね、ひたひたにしたいんだけどね。ただそれは使いすぎよね、オリーブオイル。半分に切った方がいいのよ。半分に切った方がいいんか。ひたっとしてるから。半分に切ってもらおうかな、やっぱり。じゃあ。わあ、びっくりした、今。すごい。半分ずつやるのがいいかもね。ああ、そうしようか。そう。ホイル焼き、いきます。お肉が今回は牛肉を買おうと思ったけど、高くて買えんかったっていうね。しょうがないね。すげえ高かったもんな。1000円ぐらいしたもん。手が出んかった。ちょっと手が出んかったね。これ、うん、そうだよ。3個とこっちの3個にしようか。喧嘩しちゃいけない。喧嘩並んでいいかもしれない。それなんか食材は少ないけど、なんかちょっと豪華な感じがするね。これはこれでなんかいいんじゃないですかね。え、おいしそう。これが何分間やるかよね。どうする、15分ぐらいやってみる。やってみるよ。そういえばなんかあの韓国の人が動画に4つぐらいコメントくれとってから、同じ人がね、でなんかイカ丼作ったじゃん。韓国とかだとイカを例えば釣るじゃん、はいはい、そしたらなんかコチュジャンで料理するって書いてあったね。あー、美味しそうじゃね。うん、甘辛いか。そうそう、じゃけこの醤油も美味しそうじゃけ、今度やってみようと思うとか書いてあったけどね。ただ美味しそうじゃけど、足らんかもね、全然。ああ、私はご飯を一緒に食べるからね。ああ。あなたとなんかも、なんか。まあまあ、なんとかなるでしょう。出していこうか、なんかを。そうやね、後で。トマトなんか味付けるんだっけ。あのね、確か塩で食べたと思う。塩、これはずっとここに置きっぱなしな感じでいいんじゃないかな。後でトマトだけ出して。はい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 。うわっ、うわっ、転がりそう。よいしょ。多分どんどん柔らかくなってくるとは思うんだけど。揚げ焼きみたいな。アヒージョに近いような感じなのかな。もうちょっと足そう。
どうする？この中にニンニクぶっ込む？どうする？あ、でもただね、ずっとニンニク入れっぱなしになるじゃん。じゃけ、多分焦げると思う。じゃけ、後でなんかね、ニンニクのあのチューブのやつをつけるぐらいがええかもね。うん。多分これ焼けたよ。焼けました。1個目。どうぞ。え、いいの？うん。ありがとう。美味しいね。よう食べてくださいね。ありがとう。いただきます。ここで明太子とか焼いたら焦げるかね。ああ。美味しそうだけどね。ちょうどさ、あの箱見ながら何焼くんだろうと思ったさ。うん。焼きたらこって書いてくれる。ああ。美味しそうと思った。気づかなかったらね、やってみたいね。焼きたらこね。ね。じゃあ2個目。うん、あれ忘れだった。あ、美味しいこれ。飲み物。あ、そう、飲み物がなかった。今日は珍しくこれね。はい。ほろよい白いサワー。1本だけ。で、そこのサーモスの入れ物に入れると、あったかくなりにくいで、それに入れてるんだらね、ええと思う。はい。開けてみて、うん、あ、ぴったり。よっ、そう、よいしょ。はい、よし、じゃあこれでいただきます。はい、乾杯。はい。鶏肉も美味しかったね、これ。うん。トマトがいい感じに、なってきた。美味しそう。これがね、もうクタクタになったら食べ頃だと思うんだけど。うん。ホイル焼きも美味しいと思うんだけどな。うん。美味しい。これはご飯が合うかもね。うん。今日そういや、ボクちゃんがお風呂でなんか喧嘩しよったけど。ボクちゃんがさ、すぐってなんかあのコップみたいなやつ、シャンプー。で、それを、なんだろう、ちょっと貸してって。うん。ちょっと飲んでて。うん。怒ってから。僕の、みたいな。ああ。僕のって始まったら聞かんもんね。うん、そうそう。でき、もう、譲ってあげた。おぉ。わあ、すごい。切れましたよ。そう。こんな感じの、クタクタな、トマト。うん、あ、これもね、塩かな。塩？うん。あ、そっちでもいいよ。俺ちょっと塩で食べてみる。私はあなたが作ったやつ。塩トマト。いやー、美味しい。うん。なんかトマトは温めると美味しいよ。うん。そうだね。うん。あ、ありがとう。クロスのスパイスも美味しかった。あ、この鶏肉もクロスのスパイス美味しいかもね。あ、カメラとか。うん。合うかも。たまらんね。たまらんね、これは。ゆっくり食べるってのはね。そうだね。もったいこいしちゃったらやってくるじゃん。うん。半分ぐらい取られるもんね。うん。
作のやつかな。うん、すごい美味しい。あー美味しい、ね、あーこのスパイス美味しいね。うん、ちょうどいい塩梅だね。ね、これ以上多分塩が入ると辛いと思う。うん、ちょうどいいよ。そういや今日あの極上兄さんが動画上げとってから、うん、まだ見てない私。じゃあ見んとき、あの舞浜の、うん、舞浜の最高の居酒屋紹介しますってからやっとったけどね。え、何その含み笑い。いやいや、居酒屋行っとった。居酒屋ではなかった。居酒屋じゃなかった。うん、まあ、ありえるよね。まあ、舞浜って書いてあったけで、舞浜って書いてある上にサムネイルも完璧にそれだったけ絶対そうだろうなと思ったけど。あ、そういうことね。うん、でもあの彼と一緒に働きよった頃は、うん、まあ毎日じゃなかったけど何日かに1回は必ずあの300円の飲み屋があって、うん、飲み物も食べ物も300円なんよ。うん、ビールも300円、はいはい、おつまみも全部300円っていう、うん、そこでよう飲みよったっけね。うん、ああいうとこもまたもし今度東京行ったら一緒に行ってみたいけどね。あ、まあ、久しぶりにちょっと行ってみようや。うん、前に刑事と会った時は福神っていう中華料理屋があって、うんうんうん、チェーン店の、うんうんうん、そこに行ったんだけど、ね、そう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 。でも確か去年刑事がサンマ送ってきてから、うん、でその時に確か向こうの家でからサンマ焼いたじゃん。焼いたね。かあれから1年かと思うけどね。でけえその親子キャンプ、うんうん、もう1年前よね。ちょうどあの運動会が終わったって言ってない。そうだね、終わってすぐ行ったもんね。この時期だったよね。この時期だったね。なんか幼く見えるね。1年しか変わらんけどね。うん、ミニーちゃんもあの時は喋らんかったのにかな。そうだね。うん、夏、秋頃から喋りだしたのかね。あ、待って待って、違うか。いや、冬から春にかけてぐらいじゃない。冬ぐらいからだと思うね。冬ぐらいからだと思う、多分。うん、それまでどうかなって言ってたからね、喋らんて。まあ、ぜひその、こういう動画とか見る人もね、うん、子供がおってから、まあ、同じようになかなかね、言葉が出んっていう人もおるかもしれんけど、うん、ほんま一回出たらすぐよね。すげえ早かった。そう、単語がなんかいいよねって言ったんだったらあっという間だったもんね。なんか毎日違う言葉を喋りよってた気がする。うん、ちょっとずつね。なんか気がついたらこんなこと喋れるようになるんじゃみたいなね。ねえ、で僕も僕でよう喋るようになったしね。うん、あれ多分2人で遊びよる系だと思うけど。うん、今日も仲良く遊べたわ。あの2人は仲良がいいじゃん。まあね。で僕も前あのお風呂でからおしっこかけてきてから気のせい気のせいって言った時。へえ。ちゃんとあの見つからんようにしとったんだ。そう、ちゃんと俺が頭を笑ってあの目を閉じてる時っていうか、それが多分分かるんじゃろうね。ここぞとばかりにおしっこしてきたぜ。へぇー、なんだこれは。怒っちゃろうと思ったけど気のせい気のせいって言われたらなんかもう面白くなってしまったから。まあそんなこと言うんだと。しかも絶対目合わせんしね。うん、目を合わせんでからこっち見てみなさいって言っても絶対こっちを見んかったけ。あー、それはちょっと、うん、あ、これは絶対やらかしとるなと思ってた。うん、昔からそういうとこあったよね。なんかやましいことだったら目合わさんね。目合わさんね。あ、いい時間だと思う、この声で焼き。わぁ、どうする？ちょっと、開けてみる？開けてみる？開けてみるっていうか、おろさんと開けれんけ。そうだね。鍋敷かなんかの上で開けようか。はいはい。ただ、これをどうやって開けようかっていうね。そうだね、出し閉めたぜ。あ、開いた開いた。おー、美味しそう。これいいんじゃない？いいんじゃない？いいじゃない。わー、そうよ。ちゃんと野菜もクタクタで。これをじゃあ喧嘩にならんように分けようか。あ、いいよ、さっき。いやいやいや、大丈夫大丈夫。え、ちょっとそんな
塩コショウかけたけど、これこそクロスのスパイスでも美味しかったかもね。あー、ほんまね。うん、全然クロスのスパイスのこと忘れとったけど、これは多分美味しいと思うよ。ね、どうぞ。もしかしたらもうちょっとね、塩とか足した方がいいかもしれない。足すならクロスかな。ああ、そうそう、足してからね。じゃあいただきます。うん、ああ、これも美味しいな。うん、美味しいね。うん、こういうやつのキノコってほんまに美味しいよね。美味しい。うん、よっしゃ、2個目のトマトが上がりましたよ。美味しそう。トマトどうする？もう1個やる？ちょっと食べれる？うん、じゃあもう1個やろうか。そういうあの、うん、脱走犯がおったじゃん。うん、脱走犯は大島の道の駅に1週間ぐらいおったらしい。え、そうなん。うん、チャリ乗っとって、うん、チャリにもあの日本一周中みたいなのつけてから、うんうん、なんかやっとったらしいけどね。カモフラージュ的な。多分そうなんじゃない。でも1週間そのもう一人ね、うん、同行したって言ってたどうなのかな。どうなんかね。なんかその人もちょっとかわいそうだね。いや、それが分からんじゃん、その、なんか嫉妬って一緒におったんか。うーん、っていうのも今あの、俺プリズンブレイクまた見よるけ。プリズンブレイクって結構そういうのあるじゃん、嫉妬ってからこう逃がしてあげるとか。はい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 、なんか分からんやんか、本心は分からんね。ちょっとドラマの見過ぎって言われるかもしれない。いや、分かるよ、ね、確かに激しくはすごいけ。そう、いや、もしかしたら組織が絡んどるんじゃないか。組織は絡んでないけど。絡んでないかね。うん、ちょいちょい行くじゃん、大島なんて。行く行く。でけ、そこに家族で行ってから、その道の駅だったけど、うんうん、道の駅からその犯人がちょっと足を伸ばして、じゃあ陸奥の辺でキャンプしようかと思っとったら、鉢合わせするかもしれない。そうなんよね。まあお金かかるけど、多分お金かかるキャンプ場には来んのかな。そうだね、うん、そうだけど、怖いよね。ねえ、今年はだけ大島は2つでかい事件があってね。1個はあの2歳の子が行方不明になったやつと、ね、あれも2歳とかだっけ、あと1日2日遅れとったらね。いや、あの奇跡よね、人ってね。いや、あれ見つけた人すごいわ、あのおじいちゃん。なんかボランティアずっとしようって言うの。そうね、うん、本当ね。いや、ああいう人おるんだなと思ってから。うん、なんか何個か前のさ、うん、動画でお札をこうやって入れようるシーンがあってね。うん、動画がやりよんだね。5枚ぐらいいるよ。うん、びっくりしたもん。我が家だったらちょっとね。いやあれが千円札でも許されんかみたいな。ねっていうかもしれない。これだけど思う。もうええかもね。でも俺お腹いっぱいになってきた。大丈夫、私が食べる。なんかちょっとお酒飲んだ時の感想も。まだ1本目よ、うん、1本目つか1本しか買ってないけど。まあね、いやもう今からね、競馬買うのが楽しみで楽しみで、うん、そうね、張り切ると思うね。そうなんよ、今 N 番とかじゃん、 N ボックスとか、うん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 、あれって多分200万ぐらいするんよ、新車で。はいはいはい。でも K で200万ってないじゃん。うーん、そうだったら普通車買うじゃん。うんうん、そうやね。ねえ、じゃあとりあえず3月ぐらいまでは、うん、キャンプとかするじゃん、はいはいはい、もうしてくんじゃけど、それ以降はね、軽バンいじったりとか、うん、車中泊して旅してみたりとか、うん、まあその中で別にキャンプしてもええかなと思うんだけどね、うん、やっぱ知らん場所にでキャンプするのも面白いかもしれない、うん、あの有名なふもとっぱらねとか。あ、ふもとっぱらはね、キャンプしてみたいんよ俺。まあ確かに景色良さそうよね。そう、富士山をちゃんと見たことないじゃん。ない。あの新幹線の中からこう、うん、あ一瞬富士山、あ富士山じゃっていうのはあるけど、でも曇っとったら見えんかったねみたいなやつよね。そう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 、うん、ちゃんと見たことない私も。いや、あらかた食べましたかね。うん、美味しかった。なんか量が少ないかなと思ったけど、
外と多かったねえねえ白米食べてる。俺結構お腹空いとったんだけどね、食べれなくなったのかな、もう量が。いや、あなたは少なくなったよ。少なくなったかね、でも痩せんのね、不思議と。それは体重が落ちたんじゃろ。ん？代謝が落ちたんじゃない？代謝が落ちたっていうか、あー、時計、その1000キロカロリー入れたら1000キロカロリーを消費するのが遅くなったってこと。昔に比べるとね。 あの毎日1時間ぐらい運動しよったらどんどん減っていきよったじゃん。あれやっぱ代謝が上がる系なんだろうね。あれすればいいんだろうけどね。また痩せんといけんかね。いや、時間が取れればね、したいんだけど。いや、今日も美味しかった。美味しかったね。満足です。あの、牛肉じゃなくてもいいんだなと思った。鶏肉でも、なんか満足感同じな気がする。そうだね。うん、美味しかったよ。で、なんか変にステーキ食べたらもうステーキが食べれるのじゃないかなと思って。食べれる食べれる。分からん。でもあなた最近朝食だけど、ね、なんか、わー重たいとかって言い始めそうな気がする。ちょっと食べてって言われそうねえ。ちょっと俺ポテトチップスでも食べよっけっていうことになるかもしれない。軽いやつしか食べれんけって言われそう。いやでも子供らは今日も大きいんでよかったね。よかったね。よかった。よし、じゃあそういうことでね、ごちそうさまでした。しますか。はいはい、じゃあごちそうさまでした。